話するから。あー待て、今大変なことに。何があったんだ。いやーちょっといろいろね。とにかく何か用があるんだろ。なんだ。あ、あ、そうだ、ラーメン、ラーメン食いに行かね。残り少ない独身生活、思いっきり羽外すってば。バカ野郎。お前な、日向がどんな思いでお前と結婚しようとしているのか分かってるのか。伊香先生、日向のところだ。こんな思いやりのない男に育ててしまってすまなかったと謝りに行く。お前をどう祝ってやるべきか、何を伝えればいいのか、いろいろ考える必要はなかったな。もういい。お前をどう祝ってやるべきか、何を伝えればいいのか、いろいろ考える必要はなかったな。頼みがあるんだ。頼み？任せておけ。ありがとう。何言ってるんだナルト。俺の方こそありがとう。日向、イルカ先生、どうだ、準備は順調か。はい、ですよね。当日を待つだけです。あ、やっぱ聞いてたか。そりゃそうだよな。ナルト君、ずっと考えてたみたいなんです。確かにナルト君はイルカ先生の教え子ですけど、単純にそれでその答えが親として出席するってことだったのか。はい、そういうわけで今後もよろしくお願いします。お父さん、おとなしく結婚式当日を待つしかないな。少しくらい親らしいことをしてやりたかったが。なんだ。うちの父そっくりです、そういう姿。すでに新郎の父って感じですね。ナルト、ひなた、結婚おめでとう。この朝日のような明るい家庭を築いてください。お幸せに。ハッピーウェディング、おめでとう。頑張れよ。美味しい手料理食べ過ぎないでね。おめでとう。おめでとう。ナルトさん、ひなたさん、おめでとう。おめでとうございます。たまには味噌チャーシュー食べに来なよ。二人ともおめでとう。おめでとう。ナルト、おめでとう。ナルト兄ちゃん、ついにやったな。俺も頑張るぜ。渦巻きナルト、結婚おめでとう。ナルトよ、頑張るのだ。ナルト、ひなた、結婚おめでとう。お互い助け合って末永くお幸せに。ナルト、ひなた、結婚おめでとう。ひなた、ドジでおっちょこちょいで向こう水のナルトにはお前の支えが必要だ。ナルトのことをどうかよろしく。ナルト、お前には多くは言わん。絶対ヒナタを幸せにしろ。オッケー、最高だぞこれ。いやー、無事終わった。ああ、もう先に受付の準備を終わらせちゃって。カカシ様。え、だから様はやめてって。様は影の皆様がご到着です。え、もう来ちゃった。お連れしましょうか。今日は祝言日和で絶好。そうだね、覚悟を忘れて仲良く行こう。もちろんじゃ。もうガキみたく張り合う気はねえよ。ところで俺のお祝い見て驚け。あいつら二人はおならけ。やめんか。では披露宴の受付を開始します。さっきから見ないよ。手まりはどこに。エビス先生はどのくらい包んだんだこれ。まあ社会人はこれくらいが常識かと。え、それくらいでいいのか。俺5枚入れちゃったかこれ。5枚ですか。教師としての私のメンツが。こちらのお祝いですか。うちはいいか。いいよ、人を祝うことで己の心身を鍛える。披露宴とはそういうものだ。パーティーでも修行のことは忘れるなということですね。うん、もちろんだ。もうみんな変な目で見てるからやめなさいよ。では早速ダンベルジャグリング行くぞ。はい、カイ先生。
にめでたいぞリー。はい、めでたいぞ。あんたたちの頭がめでたいわ。いや、それはその、はいよー、走れー。ミレイ、何をやっている？お馬さんごっこ。赤丸は犬だ。犬に乗ってお馬さんごっこは変だと思うぞ。じゃあ、お犬さんごっこ。確かにお犬さんごっこだが、いつの間にあんなになってたんだろう。赤丸は少し疲れているようだ。誰の話？鹿丸と手鳴り。あんな感じになってるって知ってた？うん。それはともかく、周りの人は僕らにも同じ感想を持つと思うよ。何もしてませんよ。ほんの少し手伝っただけです。全てはナルトの作り上げた絆のおかげです。ナルトがいたから俺たちが、みんながここにいる。あいつは必ずヒナトを幸せにしますよ。それでも何か心配です。ネジ兄さん、私結婚します。